宇宙世紀、ラプラス事件、スタンフォード・トーラス型スペースコロニーの創造図。機動戦士、ガンダム UC の劇中に登場するコロニー、ラプラスのモデルとなっている。ラプラス事件は、小説及び OVA、機動戦士、ガンダム UC で描かれた、宇宙世紀1年に起きた、架空の事件。劇中世界では、テロ事件として信じられているが、 実際はテロに見せかけた政治的な暗殺事件であったという真相が伏せられている。機動戦士、ガンダム UC のプロローグ部分において事件の詳細な様子が登場人物の階層として描写され、その後の展開でも物語に影を落とす96年前の出来事として幾度か言及される。物語の結末では主要登場人物らが 正体も知らされずに追ってきた存在であるラプラスの箱がこの事件によってフィクションの出来事として描かれる事件のあらすじは以下のようなものである。爆発的に増加する人口や環境破壊、資源の枯渇など地球規模の大問題を解決するための抜本的な方策として人類は長年空想の話でしかなかった宇宙移民を実行に移すことを決意し、 その政策の推進機関として人類規模の初の統一政権である地球連邦政府を発足させることを決断する。しかし政治的、経済的あるいは宗教的な理由から連邦政府の発足に反対する勢力は少なくなく、それらの勢力は地球各地で多くの紛争を引き起こすこととなる。連邦政府はそれら勢力を分離主義者と断罪し、 地球連邦軍の圧倒的な軍事力で反対意見を容赦なく潰していった。前進期間の発足より54年、地球外の居住施設として実用段階のスペースコロニーの建造に成功した連邦政府は宇宙移民開始をもって西暦から宇宙世紀への改暦を取り決める。西暦の最後の大晦日、宇宙世紀への改暦を記念したセレモニーが地球の定期道場に位置する。 宇宙ステーション首相官邸、ラプラスにて取り行われることとなる。セレモニーは、連邦政府初代首相であるリカルド・マーセナスをはじめ、連邦構成各国の代表らが参集し、グリニッジ標準時1月1日に切り替わると同時に、改歴を宣言し、新たな時代の検証である宇宙世紀検証を発表する計画であった。しかしカウントダウン終了直後、 宇宙世紀一年への改歴と同時に、ラプラスは突然に爆発、瓦解することになる。ラプラスの爆発は、マーセナス首相、および各国代表、官邸要員や報道陣、さらに周辺警備をしていた連邦軍の艦隊を巻き込んで、多くの犠牲者を出し、宇宙世紀への改歴を記念するはずだったセレモニーは、新世紀の第一歩落ちでけがす、最悪の事件となってしまう。 事件後、直ちに新政権を発足させた、連邦政府は事件をテロと断定し、リメンバーラプラスの掛け声の下に、反政府運動の徹底的な弾圧に乗り出した。テロを拡散した、分離主義組織はそれを支援する分離主義国家ともども、連邦軍が有する強大な軍事力で根こそぎ殲滅させられた。宇宙世紀22年に、 連邦政府が地球上の紛争のすべての消滅を宣言するまで続いた分離主義者との闘争は結果的に連邦の国家的基盤を揺るぎないものとし宇宙世紀へと移行した世界は地球連邦という統一政府のもとに滑られるという歴史的パラダイムシフトを推進させることとなったその事件後の経緯のあまりの手際の良さにテロ事件はリベラルなマーセナス政権の転覆を狙った 連邦議会局派による自作自演ではないかとまことしやかに囁かれたが、大衆はありきたりの陰謀論と片付け、おおむね連邦政府のテロ対策を支持した。物語の結末では自作自演だとする陰謀論は真実であったという真相が明かされている。事件の首謀者はリカルド・マーセナスの息子で後に地球連邦政府第三代首相となるジョルジュ・マーセナスを筆頭とした、 保守派勢力であり、事件の目的はリベラル派であった、リカルド及び彼に近しい各国代表を分離主義者の仕業に見せかけ暗殺し、その濡れ衣を分離主義者になすりつけ、テロリストとして弾圧、地球連邦の権限を強めるという、三つの目的を同時に達成する、いわば一国三朝を狙った陰謀であったという。機動戦士、ガンダム UC の本編では、 その事実がリカルド及び、ジョルジュの子孫である主要登場人物、リディ・マーセナスとその父、ローナ・マーセナスの心を苦しめることになる。官邸が所在するラプラスの宇宙ステーションは、スタンフォード・トーラス型と呼ばれる構造の宇宙ステーションであったという設定となっている。小説第1巻のプロローグでは、スタンフォード・トーラス型の宇宙ステーションが崩壊し、爆発に至るまでに起こった現象が詳細に、 描写されている。スタンフォード・トーラス型の宇宙ステーションは上下に展開する銀板型の巨大なミラーブロックが中央で回転するドーナツ型の居住ブロックを挟み込む形で構成されている。居住ブロックに太陽光を送り込むミラーブロックは一つあたり千枚にも及ぶ微細な応免鏡の集合体であり制御プログラムに従って応免鏡を指定のパターンに動かすことで 細やかな気象変化を再現することができる。劇中における開適セレモニーでは、任意の応面鏡を動かして、太陽光を地球に向かって反射し、地球の夜の面の大気層に、グッバイ、AD ハロー、UC という光の文字を浮かび上がらせる演出が企画されていた。応面鏡の稼働は、指定のプログラムにより、全体が揃ったパターンでしか行うことができない仕組みであった。 一枚一枚を任意で動かすためには、核応免許の個別制御装置に、核の変更プログラムを直接インストールするほかなく、依頼を受けた電気メーカーの作業員たちが、セレモニー開始前より、ミラーブロックに貼り付いて、それらの作業に当たった。しかし、この作業員たちこそが、事件を拡作した地球連邦保守派勢力が、テロリストとして送り込んだ暗殺の実行役だった。 汚面鏡の角度は地球に向かってでなく、ラプラスの構造部の一点に向けられた。反射された太陽光は、居住ブロックの一角にある環境システムにつながる水の循環パイプに向けて高温の熱線となって収束し、循環パイプ内の水は一瞬にして沸騰、急膨張した水蒸気の圧力により循環パイプは破裂。 それに連動して居住ブロックの気圧も急上昇。さらに水蒸気から分離した水素ガスによって水素爆発が弱気され、居住ブロックは内側から崩壊した。居住ブロックから噴出した水素爆発の本流はミラーブロックの応面鏡をことごとく砕け散らせ、居住ブロックとミラーブロックをつなぐメインシャフトをもねじ曲げた。また、飛散したそれらの破片は、 周辺で警護を固めていたサラミス級宇宙警備艇にも襲いかかり巻き添え被害を与えた。応免鏡の角度を変更したテロリストのメンバーたちはラプラスの画界を見届けた後ラプラスの中域から作業艇で離脱しようとするが小石程度のスペースデブリが燃料パイプに当たり足止めを食らう。この時貧困から報酬目当てで暗殺に参加した十七歳の 若者サイアムが確認のため作業艇の外に出るが、直後に作業艇は爆発。サイアムは衝撃で吹き飛ばされてしまう。この爆発は暗殺をテロリストの仕業に見せかけたい地球連邦保守派勢力による口封じであった。命綱が切れ、宇宙空間に一人で吹き飛ばされた恐怖の中でサイアムはスペースコロニーが地球の引力に引かれて落下していく幻を見る。 コロニーが地球に落着する絶望的な光景を目に焼き付け目を覚ましたサイアムはたまたま自分の体と相対速度が同じであったラプラスの残骸の中で地球光を反射して輝く箱型の物体と開口する奇跡的に民間船に救助されたサイアムは箱型の物体と共に地球へ帰還するサイアムが手に入れた箱型の物体は後に ラプラスの箱と呼ばれるようになり、以後の宇宙世紀の歴史に濃い影を落とすことになる。箱の正体は、怪歴セレモニーを通じて発布される予定であった、宇宙世紀検証を記した石板のオリジナルであった。そこには、事件後作成されたレプリカには記されていない、第七章未来の項目があり、未来、宇宙に適応した、新人類に対する権利を約束する。 胸の内容が書かれていた。その内容は偶然にも、ジオンズ・ムダイ君による、ニュータイプロンと一致し、箱を陰謀によって葬り、内容を陰得してきた、地球連邦政府の立場を危うくするものであった。機動戦士、ガンダム UC では、この、箱をめぐる物語が描かれていくことになる。リスト財団サイアムの機関も、参照評論家の宇野つねひろは、著書、 五世のディストピアの中でガンダムシリーズの生みの親である富野義行が取り組んできたテーマや問題意識が後年のガンダムシリーズを引き継いだ作り手たちの間に継承されず表層的な模倣に止まっていることを指摘する文脈の中で機動戦士ガンダム UC を否定的に取り上げその一例として同作の結末で明かされる上記のようなラプラス事件の真相を陰謀士官と 優勢思想の無自覚な肯定であるなどとして批判している。ありがとうございます。